はい、はい、今日はこれを食べます。食べるだけかよ。食べてみます。チョコミントお菓子4種類、うん、とりあえず見つけたのだけ買ってきて、これを食べてみます。どれからいく？どれでもいいよ。これからいく？これルックルック2つのチョコミントアイス、ミントグリーンとミントグリーンとクリーミーホワイト。あ、富士屋ね。これはそう、期間限定富士屋のミントグリーンはチョコソース、清涼感広がるミントクリームで、クリーミーホワイトがココアフィアンティーヌ、コクのあるミントクリーム、ココアフィアンクリーム。なんだろう、高そうな響きだね。いくら？安いと思う。100円ぐらい、110円、120円ぐらい。はい、開けます。ユッキー何ちゅうめしてんの？よいしょ。こんな、こんな。あ、見て、どっちがどっちかわからない。見て、全部デザイン一緒。デザイン一緒だろ、これ。違うか、ちょっと違うな、デザイン。なんかラインの入り方が違う。アリナン、アヌジャン、ウィッチスウィッチ。とりあえずじゃあ、お前こっちから、こっち食べてみ、こっち食べてみ。はい、1個。アリンジャン用、あの、アリンジャン用ミントグリーン、アリンジャン用クリーミーホワイト。アレン、どっち？もう一口食ったらどっちかわかんねえだろ、色見なきゃ。そうだよ、一回色見せろよ。パティですね。パティじゃない、そう。あ、じゃあ、チョコミントグリーン。はいよ、ミントグリーン、ユナミントグリーン。チョコの、あの、トロトロリーンが入っております。入ってんだ。うん、割ったらチョロリーンで書いてある。チョコソースって書いてあった。書いてある。チョコソース、うん、いい顔。これ、うん、ワイト、うん、分かんない。うん、じゃあさ、クリーミーホワイトは、うん、なんかつぶつぶが入ってる、カリカリする。うん、で、うっすらミント、うっすらミント、一口入れた時に鼻からちょっとだけミントの香りが抜ける感じ。うーん、ミントグリーンはチョコミントって感じはしない。そう、口にちょっと残るぐらい。これ食べてみて。チョコミントグリーン、ミントグリーンはチョコミントって感じ。なんちゅうつぶつぶ入ってない。なんか、うん、うん、あの、うん、なんかアイスクリームのチョコミントの感じ。ああ、こっちの方がスッと。ハゲンダスではない、あれはサーティーワンみたいなやつ。その違う、ミント、ハッカミント、ハッカっぽい、ハッカっぽい、ミントじゃないよ。ちょっとハッカっぽい、なんかスッとするだけ、こっちは。あ、そうなんだ。ちょっとね、ミント感がない。そう、うん、そう、ミント感どっちがあるって言ったら、クリーミーホワイトの方がちょっとミントの香りする、うん、そうなんだ、うん、って感じかな、これは。うん、わかりました。 OK、 ちょっと食べます。やっぱり、じゃあ置いて、置いて、ちょっとこっち開けて。なんか、うん、チョコミント、チョコミント、グリーンの方はなんかちょっと口に辛みが残る。そうなの？ピリピリする。あ、ピリピリがあるんだ。っていうか、なんかスッっていうか、なんかそのミントの、ミントの辛さってあるじゃん、歯磨き粉とかでも。じゃあやっぱり歯磨き粉じゃねえかよ。残りの香り。私この間さ、それ言ったんだよ、歯磨き粉の味がするって。シナモロール あのレビューの時は歯磨き粉で食べてるみたいって言っちゃったの。でもよくね、俺とユキは出るじゃん、アイスクリームとかでも、うん、そうするとたまに買ってくるの、見つけると、うん、そしたら歯磨き粉の味がする。逆ですよ、これ。オープン、オープンって上からわざわざさ、わざわざ書いてくれてるのに、わざわざ下から開けてんの。メガネかけてねえもん、こいつ。ほら、開けやすいじゃん。いつもさ、なんか、こんな、
爽やかな色。さやわか。緑っていうよりはちょっとブルーっぽいね。ブルー、ブルーだね。棒のとこがココアかなんかの。あ、ココア。ココアっていうかチョコの棒みたいな。カレンチョコレート、オッケー。いただきます。カカオ。なんかミント。後味がミントがちょっといるってだけかも。うん。リマサラ、オマサラ。あ、でも食べやすいよ。うん、多分苦手な人も食べれるかも。うん。あげの。どっちかっていうと。あの、一つ食べてみてくれ。あ、ペンギーさ、このね、この、yung, ここのパパイ、カカオ、hindi ba ano sa akin? じゃ、チョコレートの walang ano yan? Walang caffeine? あ、そういうのない。ない。Sure ka? の、チョコレートのこの香ばしさ、この棒のとこの、うん、これが香ばしさが強いから、うん、そんなにチョコミントか、チョコのとこだけ食ったらチョコミントだよ、それ。棒のとこもちょっと食べない。なんで？私、今、ほら。あ、じゃあチョコのとこだけ食べてみて。そんな強くないよ、これ。うん、これ歯磨き粉じゃねえかよ。アザンコイゲイ。食べやすい。でもこれに比べたら、うん、パラメメロンエレクトリックマサビビッグ。こっちに比べたら、うん、口の中に扇風機がある。でも全然あのうっすらミントの香りがするぐらいで。でもこれこっち食べたらあーってなるよ多分。やだ。うん、これはまだ苦手だわ私。ココアのミント私苦手だわ。だって全部食っちゃったよこいつ。なんで？でもこれマジでココア。ナサラパンシャマサラ。ココアの棒みたいなとこが香ばしくて美味しいから。食べやすいと。全部食ったけどこいつ一人でボリボリ。じゃあ次これこれこれも。誰でも食べれるぐらいのミント感。あ、でも後味は意外と強いかな。いっぺんに食べたから。うん、いっぺんに食べたから。だから口の中に扇風機じゃなくてもエアコンだろうよ。チョコフレーク。チョコフレーク。イエーイ。これは一回食べてもらう。でも今チョコフレークって売ってないでしょ。売ってないの？違うメーカーだっけ。売ってないの？売ってなくないよ。鉄板だったでしょ。え、売ってないの？チョコフレークって生産地。あれ、違うやつかな。違うやつだろ、だってそこにあるんだから。あの、パムイナ。うん、バンゴー。バンゴー。うっすらミントがない。いい匂い。ミントの味する。見えた。あ、見えた、見えた。なんか、めぐりくれるっていうやつは、片手でいいですよ、キャット、片手で。パラカムママリモス。こういうやつ。待って、オッケー、オッケー、すげえ抜いたこな。コーンフレークに。パランコーンフレークかの。何やす、コーンフレークをヒンデ。コーンフレーク、コーンフレーク、コーンフレークにチョコがこう。何やコーンフレークやレギュラーガータスミルク。これは牛乳。入れて食べるものなのか、それともお菓子なのか。お菓子。あ、お菓子、オッケー、オッケー、お菓子。なんか。チチェリア。ミント。ミント。ミントがない。え。ミントどこって感じ？マリーどこみたいな。あのスースーはいる。ミントはいない。うん、これも薄いのかな。うん。でもこれの、うん、これに似てる。似てる？うん。若干このミントの辛みみたいな、ハッカっぽい辛みがある。うん。でも香りは弱いかな。うん、チョコ、チョコチョコ。こんな感じ。そっか。うん。まあコーンフレークの味があれかな、香ばしい味が強いから、うん、香りがない。今一番香りがあるのはこれ、これミントの香りで言ったら、うん、コーンフレークの味じゃない。じゃあもうこれ次、まあ、そのぐらいしか感想はなりませんこれ。え、もうこの3つ目になるともう、うん、あの出した感想は出ません。それぐらいの感じです。チョコレート日清シスコに失礼だよそれ。ミスってないまずいとは言ってないし、美味しい、まずくはないよ、うん、で美味しいのかどう。美味しい。え、3つ並んでて好きなの食べていいよって言われたら俺は多分これ食べる。そう。あ、そう、うん、この3つだったら2番目はこっちかな。これの白。あ、これはビンドが
弱いからっていう意味かな。そう、でも食べ香りがしない、あんまり食べていいよって言われたらこれがいいかな。甘ったるい感じの甘さが、これはさっぱりしてる、やっぱり。あー、さっぱり。あ、じゃあ一番あの私が食べれるのはこっちね、うんうん、パガホピピレディとのかせさっぱりしてる、うん、hindi makulit yung ano, hindi makulit yung Colgate, hindi makulit yung ano, yung mint. この2つはさっぱり、これもそんなにしつこくない、うん、あのこのクッキーみたいなビスケットがあるから、うん、OK OK, じゃあ next dali ah, dali, wait OK Kit Kat mint OK, si Kit Kat naman tayo, game.何しろ見してんの、ゆき。目痛いの、ゆき。痛くないよ。いつもそうなるから。いや、目を大きく見せようという。ふざけてんの。はい、パッと。あ、はい。ちょっと待って。見して、入れ物。パッケージ。オッケー。逆だわ。うん、全部。うん。ね、食べちゃいます。普通の。いつもみんなが知ってるこのミニのキットカットのタイプね。はい、じゃあ切ってください。お、見える色。待って、ん、緑。ああ、見えた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 。オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、見えた見えた、うん、このこれとこの書いてあるやつ一緒だね。うんうん、ミントが、匂いはミント、いよいよチョコミント。先に食べてたんだけど、ミントが本当に、ね、一番いないかもしれない。はい？いや、そう。チョコの味しかしない。あ、そう。チョコの味しかしない。いや、これ、嘘。チョコの味しかしないんだけど。え？バカになってんじゃないの？うん。Saka kakain ng mga ganito eh, sa kanya, hindi na niya ma-feel yung mint. Kaya nga, ito lang choco mint. Ah, sabi ni Taka, pinaka... Lisso的な... Pinaka, ano daw, tsuyoy yung liso. Kaori mo, susu ka mo, chodo i. Pinaka mint daw to, pinaka masarap na mint. Honto ni? Para sa kanya. Honto ni, choco na, di shika nilain na gano. Pero yun, hindi. あの、ラサンチョコレートなんだ。おかしくなった。俺はこの中で一番これ、今これ、トップ。トップどうさかんや。俺はこれ一番。うん、今。OK。4つの中で。へぇ。へぇ。うん。あの、香りが、すごい、ミートの。さっきまで、口の中スースーしてたのに、俺食べたら一気にチョコの口になった。よかったじゃん。流してくれて。チョコチョコして。本当にチョコなんだけど。えぇ、いや、すごいチョコミント。一番チョコミント。ミントある？うん。おかしくなってるのかな？すごいチョコミント。しかも、香りが一番強いの、これ。ああ、そうなんだ。ミントの香りが鼻から抜けるの一番、これ。オッケー。じゃあ、金額言わなくていいから、こいつらは、みんな買えるようなお値段ですか？はい。あれ、みんな安いよ。うん。そんな。高くないのね。うん。うちのこと知ってる人たち。ああ。ああ、今なかなかさあてん、yung mga customer natin? は、たぶん、alam na nila が知ってるような値段。OK。あ、でもら ?OK、もらパラ。いつもの値段。ああ、yung palagi namin presyo。限定だから高いやつとかない。ああ、hindi。Hindi porket limited siya eh, mahal。So, hindi。So, ito ang ating look. Look. Yan ang look. Choco mint ice. Fujiya. And then, Glico. Poki. Choco mint. And then, Nissin. Choco flakes. Okay. And then, Nestle. Kit Kat.OK, thank you! でも、基本的に俺らはこの辺のやつは全部冷凍庫に入れてる、いつも。うん。うん、バグドーカインサクサクなもんですよ。あ、マスグソニランにララゲイサフリーザー。うん。マスグソニラヨンサクサク。その他でもミントの香り抜けるんだよね。あー、OK。パグ、あのレン、パグ、パグマラミグ、
mas magiging yowai yung amoy ng yung aroma ng mint. Okay. だからまあ子供と一緒に食べるんだったらこれじゃない、うんうん、あとはまあ好み、好みだね、うん、好み、好み、好みと mga guys、好み。あ、じゃあ一番ミントが強いのはどれ？ミントが、俺はミントが一番香りが抜けるのはこれ。抜けるって何？鼻からミントの香りがする。あー、オッケーオッケーオッケー。 Pero si ano, eto ang nag-appear ng kanyang pagka-mint, eto daw si Taka. And then si Yuki, yung look. Pag sinabi mong mint, ngayon eto wala, hindi nila ma-feel yung mint. So, kumade dyan na yun, eh? これはさっぱりしてる。さっぱりしてる。Yung bang ano, hindi makulit sa bibig, ganun.でも苦手な人はどれもダメかも。チョコミント嫌いっていう人は。ああ、さ hindi ano sa hindi gusto ang mint。結果的に。ああ、maski alin dyan hindi pipili. 全部うっすら。ako hindi ko feel eh. Kasi ayoko ng mint. マリさんの食べたら。hindi ko sinasabing ayoko to ha. Ang sinasabi ko mint. Maski sa toothpaste na ginagamit namin, ayoko ng mint. Yon. Okay.な感じ。あ、sila ang pinag-report ko, sila mag-review ngayon dahil medyo masama pakiramdam ko. 今度は、okay. これ、こんなんやったから、まあ、次は日本の昔からある子供が飲むジュースをちょっと紹介しようと。あー、OK、yun ang next namin。何それ？何それ？俺がちっちゃい時からも飲んでたような、でも未だにある、リュウキの世代も知ってるようなジュースを。いやー、何それ、知ってるの、知ってるの、嘘ついてんじゃねえか。てな感じで、こんなチョコミントの紹介でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では